この七折れ小梅、松山市の産直市お日様市では梅の実に加えてさまざまな加工品も販売されているようです。野菜や果物の新鮮情報をお届けするベジトク、今日はこの七折れ小梅に注目です。今が美味しい食材たくさん揃っています。まずは詳しいお値段見ていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一つ目らっきょうですが、土のついた新鮮なものを並んでますね。そうですね、たくさん出てきましたね。まあ、らっきょうは本来漢方薬とかにも使われるようなお野菜なので、非常に栄養価も高くておすすめですね。しかし食べ過ぎはちょっと注意ですかね。続いてびわです。いよいよ出てきましたが、時期は今の時期なんですか？まだちょっと早生の時期なんですけど、これから早生、中手、奥手というふうにですね、品種も変わり持って、6月の、中下旬までは出てくるでしょうか。続いて玉ねぎ、紫色がとても鮮やかですね。通常の玉ねぎと比べてですね、辛み成分が少ないことからですね、よくサラダとかで生食で食べられることが多いですかね。とても彩りがいいですよね。最後に絹さやえんどうです。豆類たくさん出てきましたね。数ある豆の中でも非常に人気のお豆ですね。これは非常に調理方法も簡単なんですが、湯がく際はですね、短めに火を通す方がですね、中の栄養分ができらないのでいいと思いますね。今回注目するのは旬の梅です。こちらにあるのはちょうど七折れ小梅というふうな品種になるんですが、特徴としてはですね、非常に種が少なくてですね、果肉部分がとっても多い、そして柔らかいというふうなところ、風味も非常にいいですね。そういうふうな特徴でしょうか。この黄色い色合いがとっても可愛らしいですよね。そうですね、ほんのり抜けていい色合いですね。通常よく見られる大きい方の梅はですね、こういうふうに緑が非常に濃いのが特徴かと思うんですが、七折れ小梅と比べるとですね、サイズも色目も非常に違うのがよくわかるでしょうかね。梅を使った加工品はたくさんあると思いますが、今現在お日様市ではですね、先ほどご紹介した七折れ梅組合さんからですね、生梅の出荷はもちろん、梅干し、梅肉、梅シロップなど多くの加工品を販売していますよ。非常に人気が高いです。本日はですね、その梅の加工品の中から梅シロップを隼人さんに飲んでいただきます。はい、ありがとうございます。いただきます。酸味もあってとっても爽やか。でも酸っぱすぎなくて、このまろやかな味わいがいいですね。飲みやすいですよね。七折れ小梅、とっても加工品にも向いてる食材なんですね。そうですね。これはちょっとごくごく飲んじゃいますね。愛媛の特産七折れ小梅をぜひ味わってみてください。七折れ小梅、小ぶりだけれども美味しさはギュッと詰まっていそうですね。そうですね、今言ってたようにシロップですか、夏にはやっぱりこう冷たいものがこれからまた進みそうですよね。そうですよね。広岡店長の表情も見られてよかったです。